どうもこんにちは、まみよしです。 iPhone15 シリーズが Type-C 端子になったということで、今回ね Type-C 端子のアクセサリーの方をいくつか購入してみたので、実際にねおすすめなやつはどれなのかとか、その辺をね紹介していきたいと思います。やっていきましょう。まずは充電ケーブルですね。もともとね USB Type-C to Type-C のケーブルついてるんですけれども、このアンカーのケーブルめちゃめちゃいいので、ちょっとこれ紹介します。これがアンカーパワーライン3フローっていうシリコン製のケーブルになってます。端子は Type-C to Type-C。 このケーブルのいいところとしては、なんといってもこの絡まりっていうのが全然起きないこと、巻き癖が全然つかない、かなりしなやかになってるので、ベッドで使ったり、あとは持ち歩く時もこうぐちゃぐちゃにまとめてバッグの中に入れておくでもいいし、かなりね使いやすいケーブルになってます。 0.9m と 1.8m あるんですけども、今回 1.8m 買いました。これねベッドサイドに今回使いたいと思ってます。ただねこれ USB2.0 のケーブルなので、 iPhone15 Pro の USB3.0 の速度は出せないので、そこだけ注意してください。 USB2.0 での転送でもいいならこれも使えるので、そういった方はねぜひこちら買ってみてください。あ、今回紹介する製品全部概要欄に貼っておきます。ちなみにね USB3.0 のケーブルが欲しいんであればこちらがおすすめです。これニマソの USB3.0 対応のケーブル、結構ね USB3.0 のケーブルって3000円ぐらいするものが多いですけども、こちら1000円台で購入できるので、かなりコスパのいい USB3.0 のケーブルになってます。ただちょっと太めで取り回しっていうのはしづらかったりするので、そこだけ注意です。で短いのでいいのであればこちらもおすすめ。これアンカーのサンダーボルト3ケーブルなんですけども、かなり短いものになってるので、まあコンパクトに収めたいとかそういった方はこちらサンダーボルトケーブルもおすすめです。サンダーボルトケーブルに関しては USB3.0 の上位互換ケーブルみたいな感じになってます。まあ、なのでケーブルに関してはこの3択でいいと思います。続いて充電器なんですけども、充電器はおすすめが2つあって、まずこちらアンカー523チャージャーナノ3 47W っていう、これ最新の AC アダプターなんですけども、こちらね1端子で使う場合は最大 45W、 2つの端子同時に使う場合は 27W と 20W とかで出力することができます。で iPhone に関しては今回検証してみた結果、まあ Pro Max はね 27W ぐらい出たかな、なんですけども、 Pro シリーズに関してはだいたい 20W 前後だったので、まあ、こういったね 47W のアダプターがあれば iPhone をね2台急速充電することもできるし、 iPhone と iPad とかそういった使い方ができるので、こちらのね AC アダプターがおすすめです。コンセント部分も折りたためるので、かなりいい感じの AC アダプターになってます。まあ今のところね1台しか端末持ってなかったとしても、今後ね AirPods とか Apple Watch とかそういったねアクセサリーとかも買う可能性あるので、通端子ある方が長く使えるかと思います。続いてもう一つおすすめのやつがあって、こちらはアンカー511パワーバンクパワーコアフュージョン 30W という、これモバイルバッテリー兼 AC アダプターになります。コンセント部分も折りたためますね。こちらはコンセントにつなぐことによって 5000mAh のモバイルバッテリーに充電できて、でモバイルバッテリーとして使うときはここにね Type-C 端子をつなげて iPhone も充電できるといった感じになってます。しかも出力はね 30W になってるので、まあ、iPhone をね最大限のワット数で充電することができます。なのでモバイルバッテリーも欲しいって思ってるのであれば、このパワーコアフュージョン 30W 買ってみるのがいいかと思います。これもかなりおすすめです。ストラップもついてます。まあ充電関連はそんな感じですね。続いてはこちらサンディスクのデュアルドライブ USB Type-C 128GB、 こちらね USB メモリになってます。中身がこちら、これめちゃめちゃ小さい親指ぐらいで、これねスライドさせると Type A の USB メモリ、逆側にスライドさせると USB Type-C の USB メモリになります。今回の iPhone15 シリーズ Type-C 端子になったことによって、こういったね USB-C の USB メモリが使えるようになるので、カメラとかで iPhone 内のストレージを圧迫してるっていう場合はこういったねUSB メモリを iPhone につないで、あ、これちょっと注意なのがケースによっては干渉しますね。 USB メモリをつないであげて、ファイルアプリを開くことによってこちらノーネーム USB メモリ内にいろいろとねファイルを保存することができます。まあこのね動画の移動方法とかその辺はねまた別の動画でね紹介したいと思います。なのでこういったね USB-C メモリっていうのをね1個持っておくと iPhone の容量不足になりにくいので、こういったものを買ってみるといいと思います。これもかなり
り安かったです。なんで USB メモリもぜひ買ってみてください。あとはこちらもおすすめですね。これサムスンのポータブル SSD T7 ってやつなんですけども、これ 1TB でだいたい1万5000円ぐらいで買うことができます。こういう SSD に関しても iPhone につないでね使うことができるので、まあ、例えば動画素材とかは全部こっちに入れちゃったり、あとは普段見たい動画をこっちの中に入れておいて、ファイルアプリからこんな感じで再生することもできます。で今回の iPhone に関してはプロレス撮影っていうのができるんですけども、これね直接 USB-C 接続の SSD とかに録画することができるので、まああんまりねプロレス撮影する人いないと思うんですけども、プロレス撮影とかしたい方は、こういったね SSD とかも買ってみるといいと思います。続いてがこちら、ベルキンのコネクト USB-C24 ポート USB-C ハブと、本体がこちらになります。タイプ C 端子が4つついてて、1個はねパワーデリバリー対応端子なので、ここにね充電器とかを挿せばハブの電源にもなるし iPhone も充電できるといったものになります。これつなげてみましょう。これ電源入れないでも使えるのかな、ちょっとやってみよう。さっきの USB-C メモリを挿していけるね、ノーネーム出ました。でプラスでこんな感じで USB-C のイヤホンをつなぐ、問題なく使うことができました。なので iPhone にいろいろ同時につなげたいとか、そういった場合はこういったねベルキンのハブ買ってみるといいと思います。iPhone だけじゃなくて iPad とかあと Mac でも使えるので、まあ、こういったねハブ1個持っておくと便利かなと思います。続いては USB-C 接続のイヤーポッツになります。今回ね iPhone も Mac も iPad も全てね Type-C になってるので、こういったねイヤホン1個持っておくと全部のデバイスで使えるのでおすすめ。動画編集とかだとねワイヤレスイヤホンちょっとチェーンがあってやりづらかったりするので、そういった用途とかあとは有線でどうしても使いたいとか、そういった方は、こちらも買ってみるといいと思います。これは Apple Store で 2,3,000円で買いました。続いてがこちら、ホーリーランドのラーク C1 になります。これライトニング型の持ってたんですけども、今回 Type-C のやつを買い直しました。こちらのイヤホンに関しては、まあ、ワイヤレスマイクですね、動画撮影とかするときに使うものになります。こんな感じのポーチが入ってて、まあいろいろついてます。 Type-A と Type-C の充電ケーブルだったり、あと紙ペラ、風切り音入んないようにするモフモフと、あとこちらが本体ですね。これ白モデル欲しかったんですけど、白 Amazon なかったですね。中身がこんな感じで、これがレシーバー、 iPhone につなげるやつで、そしてワイヤレスマイク本体が2つ入ってます。ちょっと実際にこちら iPhone につけて撮ってみますか。 iPhone Type-C 端子なので、これをまず接続、ここにね青い LED がついてます。これでマイクを抜くとこの TX2 っていう方がつきました。なのでこれが今ペアリングされてる状態で、ここのボタンを1回押すと緑になって、これがねノイキャンモードになってます。普通のやつとノイキャンモード。じゃあちょっとね実際にこちらで撮影してみます。今ね iPhone15 Pro Max の外カメでね内蔵マイクを使って動画の方を撮ってます。距離は、まあ、大体2メートルぐらい離れてる感じで、こんぐらい離れたり、あとは部屋の反響とかがあるので結構響いちゃったりね、声が遠い感じになって聞き取りづらかったりするんですけども、こちらのねワイヤレスマイクをつなぐことによってそういった問題が解消されます。ちょっとやっていきましょう。ということでワイヤレスマイクの方を取り付けてみました。さっきよりもね部屋の反響が少なかったり、あとはかなり声がクリアに聞こえるようになったと思います。ただねエアコンとか、あとは部屋鳴りとか、まあ今ちょっとあるかな、あと雑音とかシーンってしてる時、こういった時にねノイキャンモードを使うとかなりねノイズをカットしてくれるようになります。やってみます。はい、こちらがノイキャンオンの音声になります。さっきと比べてかなりねノイズっていうのがなくなったと思います。で、そしてね今回のラーク C1 に関してはもう一個マイクがあるので、これをねもう一人の襟元とかにつけてあげることによって対談とかもできるようになるので、かなり便利なワイヤレスマイクになってると思います。 iPhone でね動画を撮っていきたいとか、あとは YouTube を始めたいとか、そういった方もねこれ一個持っておくとかなりね撮影の幅が広がると思います。で、あとはねレシーバー本体に Type-C 端子がもう一つあるので、そこにね充電器を挿すことによって iPhone を充電しながら使うこともできます。で、他のね USB 端子のマイクに関してもそうだったんですけども、カメラアプリなんか途中で挿したりすると反応してない時とかあるので、一回カメラアプリ落として挿してからカメラアプリ起動して録画するとちゃんとマイクが使えるのでおすすめです。続いてはこちら、シュアの MVX2U というねオーディオインターフェース、こちらもおすすめです。これ普段ねパソコンにつなげていいマイクをね使ってるんですけども、これ Type-C 端子のやつなので、これでね iPhone とこちら
接続することによってこういったね高級なファントム電源必要な MKH416 とかも iPhone につなげて動画撮影とかができます。なのでねワイヤレスマイクだけじゃなくてこういったねコンデンサーマイクとかそういったやつも使えるので、まあなんだろう歌の収録とか音声の収録したい方はこういったものを買ってみるのもいいと思います。今ねこの手話の XLR アダプタと MKH416 を iPhone に USB-C 接続でつなげて iPhone15 Pro Max のインカメで撮影してます。これでね画質もいいしマイク音声もかなり良くなるので YouTube 撮るとかにもかなりぴったりなセットだと思います。今 USB-C ケーブル抜いてみました。これが15 Pro Max のインカメの内蔵マイクの音声です。音質どうでしょうか。ということでいかがでしたでしょうか。 iPhone15 シリーズ USB-C 端子になっていろいろねアクセサリーをつないだり、あとはねそれこそ Type-C to Display ポートのケーブルとかを買えば 4K モニターとかにね出力することもできるので本当にね使い道っていうのが広がったと思います。今後アプリがね対応していけば iPhone 上で動画編集ソフトを立ち上げてでかいモニターで動画を編集するなんていう使い方もできるようになるかもしれません。で今回ね紹介した製品概要欄にリンクの方を貼っておきますので、これ欲しいなっていうのがあればぜひチェックしてみてください。あとはこれ買ったとかこれめちゃめちゃ便利ですっていうのはあればぜひ教えてください。以上バイバイ。